裾上げではまつり縫い押さえ R を使用します。縫い代を出来上がりの線で折り、布端から5ミリのところにしつけをします。電源を入れ、模様選択キーでまつり縫い模様を選択します。押さえを上げ、布地の裏を上側にして、押さえのガイドと布地の折り山が合うようにセットします。プーリーをゆっくり手前に回して、針が折り山に少しかかる位置にあるか確認してください。布地の折り山が押さえのガイドに沿うようにまつり縫いをしていきます。